桂木の天皇陵を回ってほしいということでね、今日やってきましたけど、今桂木の歴史博物館かな行って、ちょっと学芸員の方いろいろ話したんだけど、天皇陵はないんだそうです。唯一ね、飯豊天皇陵っていうふうになってますからね、ここに行ってもらうと、ね、天皇陵ではありませんけどと、宮内庁管理しておりますよということで、もっといっぱいあるか思ったんやけどね、残念でございました。残念でございました。ここだけでございました。天皇、初代のね、女性天皇なら即位はされてないかな、女性天皇の可能性もあるやっていうのことも言ってあったけどね、どうなんでしょうね。前方後円墳で全長が122m、深さがどうやら 10m ないかね、 10m 未満やね。はい、飯豊天皇陵でございます。宮内庁管理ですからね。はい、失礼します。だいぶ列車なんかね、話によるとね、なんか兄弟2人で天皇のね即位をしるのはなかなかしなくて、弟やあれで兄貴やるということでね、で飯豊さんの方がね、その天皇になられるまでにお互いに譲り合いされたみたいでね、この方がその当時のね政治をね見てはりましたということで、はい、そうです、飯豊天皇陵でございます。女性の方ですからね、最初の女性天皇かもしれんねんな、それちょっとわからんけど、よう回りましたね、くる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 、何も考えんと。お、水入ってるな、わあ、綺麗に水入ってます。あの横から見てみたいだけどね、どうやら見れるかね、飛びようになってんのかこれ、どういうことだろう、これ歩けんのよこれ、こう、この上歩くかや、方向の方の非常長いんだけどね、方向がフラフラしてるわ。あれ、見えませんか、こうやけどね、見えんかね、ちょうどここから覗これんかね、おお、覗く覗く、あー、首指がちょろっと見えるもんやか、護岸工事もできてますね、ちゃんとね。残念やな、横回らしてくれたらね、みんな喜んで、まあ、回る人いないか、回らしていないね、よく考えたら今後がね、今後見に回る人が少ないからね、そんな人いないわ。反対を見てみましょうか。そうでしたか、飯豊天皇さんがしかありませんでしたか、桂木氏にはね、え、桂木氏の出身地やからね、これいい眺めだ。おお、最高の眺めだ。おお、こうやって首で見えますかね、これ、綺麗にこれ。ああ、いいね。これはそやけど、興奮の手前の中がすごい長いね、これね。今歩いたけど。ということは、公園部の方がちょっと小さいか。あんま変わらんの、こっちの公園部と。オーブンの部分がね、お、あれ橋渡れんのかね、あ、渡られへんのか、いやー入れるようになってんだこれ、みんな入ってますね、あ、宮内庁の人が入ってんのかな、かこれ、ほらこれ渡んとやってます、渡れますね、いやー、そこ渡ってみたいけどね、いいね、は
はい、ありがとうございました。飯豊天皇陵でございました。さあ次は日振湖畔に行こうか。前方後方もねちょっと邪魔とか、天皇陵がないからね一機だけやって。日振湖畔が前方後方やったな。というか屋敷山古墳か、これもそうやね、全部古墳。それから二束古墳、これも全部古墳。あと何かあったかな、あと2基ぐらいあるか。ちょっとさっと出てきやった回っとるから分かってんねんけどね、場所は頭の中では出てきや。